ゲットフルマークスは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。勝倉に2008年 KO 杯2歳ステークス。馬名の意味は満点を取る。8月23日、三浦厚生を安状に札幌競馬場でデビュー。逃げて3、4馬審査で勝利する。10月5日、同じくのスズラン賞に出走4番人気で6着に、敗れる。 11月15日の慶応杯2歳ステークスからは、旧車が、河野道文から、岩戸工事に、天馬屋となった。14番人気に落としたが見事に逃げ切って優勝した。12月21日、中山の朝日杯フューチュリティステークスも9番人気も、西雲ワンダーの再開となった。初戦は3月21日のファルコンステークス。距離短縮から5番人気に支持されたが、 14着、惨敗。続く5月10日の NHK マイルカップに14番人気で、出走。道中逃げも12着に敗れた。その後、初のダート戦となる6月6日のユニコーンステークスに、出走するも16着と、と負けに終わった。その後、8月30日のキーンランドカップでは、スタートから逃げるものの直線で力尽き、15着に、終わった。 続く10月25日の福島民誘カップでは14着、11月15日のオーロカップでは17着、11月28日の低阪杯では最下位の18着と大敗が続いた。最終的に2009年は出走した7戦すべて2桁の着順に敗れて終えている。休養中に準オープンに高級。復帰初戦は6月26日のテレビ U。 福島省に出走したが13着、7月10日のジュライステークスでは3番手追走も、直線で力尽きて16着、8月14日のエチゴステークスでは、コースタートから花を奪い逃げるも、直線で失速し15着、11月7日の道のクステークスでは最下位の16着と、前年同様2桁着順が続いた。 初戦は2月27日のアクアマリンステークス、スタートから花を奪い逃げたが直線で力尽き15着。休養後5月22日新潟の春風ステークスで、復帰予定だったが、ゲート内で立ち上がり競争除外。その後、戸田博文厩舎へ、天馬屋となった。天馬屋初戦の内房ステークスでは14着に、終わった。初戦となった一月九日のサンライズステークスでは、 スタートで出遅れ12着。3月3日のスピカステークスでは、コースタートから花を奪い逃げるも失速し、再開11着。続く3月31日の船橋ステークスでは、終始後方のまま13着。4月29日の晩春ステークスでも15着と大敗した。5月20日の春風ステークスでは逃げて2着に粘り、波乱を演出した。その後、テレビ 福島省は7着、札幌日刊スポーツ杯は15着と奔走した。10月25日付で競争馬登録を抹消した。引退後は、茨城県の村瀬ファームで乗馬となる。ありがとうございます。